ろしくお願いいたします。鹿の方です。膝とか腰とか痛くなりやすいっていう人に覚えてもらうといいかなという、そういう動きです。でまず足の幅ですが、足があってこう、もう一個自分の足と足の間にもう一個足が入るぐらいの足幅で立ちます。ちょっと細め、肩幅よりちょっとちっちゃめになるかもしれないけど、骨盤の幅みたいな感じですね。はい。で人差し指、足の人差し指が正面向くようにして立ちます。私は足は人差し指が一番長いんですけど、中指が長い人だったら中指を正面に向ける感じがいいです。で足を一足分後ろに持ってくるんですけど、その時のポイントがありまして、持ってくる時になんかちょっと綱渡りみたいになるタイプの、足の幅がこう一直線みたいになるタイプの人もいるんですけど、そこはよく気をつけて足の幅が変わらないように後ろに下げてくるっていうのが第一のポイントですね。あと二つ目のポイントが、足を後ろに持ってくる時に後ろの足の足先がこうやって開いちゃう人も結構いるんですけど、今やろうとしている体操の目的ではないので、こう人差し指が正面に向いている状態というのは保つようにして後ろに持ってきます。そして感じで後ろの足の足首の前面、この2本骨が入ってて、その真ん中あたりのポコッとへこむところ、そこを正面に向けるようにしながらこう降りる練習をします。この時にやっぱりその人の骨盤の癖みたいなのがあって、こうやってこう降りたいんだけど、こう入る人とか、こう、まあ、外行くとか、それなりにその人の癖があるんですけど、それをこの膝のお皿の方向と足首の折れるところの真ん中で、そこを合わすというか、そういう感じで持ってくることを心がけます。でこんな感じになりますね。で足首の後ろの足の足首の前面をしっかり折るっていうのが一つポイントです。で今この状態ではこうお尻がこう後ろに流れてしまわないで、だから骨が真ん中に来て折ります。で足首の前面をしっかり折るっていう、ここが足のバネになる場所なので大事なんですね。でこの状態の時こうふくらはぎもストレッチされる感覚があると思います。でそれが終わったらぐーんと後ろに持っていって、でこの時もなんですけど、やっぱり足一足分の幅っていうのを保ったまま持ってきて、で後ろの足先がこう外向いてしまわないようにします。この時はです
でしっかりこう足の向きを外向いちゃわないように、あと細くならないようにしながらスーッと引くことができると、後ろの足の股関節の前面が腸腰筋のあたりがね、ストレッチ伸びるっていう感じがよくわかると思います。でこのここが伸びてるなっていうのを味わいながら、足の付け根が伸び、その後後ろの足の膝の裏が伸び、ふくらはぎが伸び、で足裏のかかとの骨が地面に向かって垂直に首を刺すみたいにスッと降りていくような感覚で、そこからさらに指を4本揃えまして、で L 字の状態、こういう手をしますね。で腰の横に、腰のこのぐらいのところに持ってくるんですけれども、この時に水に浮かんだこうビート板のようなものを水に向かってぐーっと押し沈めるような、そういう圧を手のひらに感じます。押し沈める感じで、このビート板を押さえることで胸が起きていく。でそこからさらに肘が伸びていくわけですが、この時に、肘と膝の同期がありまして、肘が伸びるっていうことと膝が伸びるっていうことを同期させるように、そういう感覚を持ちます。なのでここからで押し沈めたことで上体が起き上がってきて、そこから肘が伸びることで後ろの足の膝が伸びる、肘が伸びる、膝が伸びる、肘と膝の伸びが同期する、そういう感覚で伸びる。指先は遠くへ遠くへ、どこまでもどこまでも、いつまでも伸び続ける、そういう感覚。首の後ろをちょっと長くするように。何回か呼吸をしたらば、前に乗り込んで、就効の動作を一つ行います。反対も同じことを行ってください。